デジタル一眼カメラアルファで写真撮影を楽しむ。テーマ別に作例を見ながら撮影のコツとレンズの選び方を紹介します。12、同感のある写真を撮る。ここではスポーツシーンや運動会、鉄道写真など動いている被写体を臨場感そのままに撮るためのテクニックを紹介します。アルファには動くものを撮るための様々な機能が搭載されています。まずは最初のステップとして、ここで説明する方法を試してみてください。一瞬を止めて撮影するには、被写体の一瞬を止めて印象的なベストショットを残したい場合は、シャッター速度を早めに設定して撮影する必要があります。シャッター速度とは、イメージセンサーの前にあるシャッターが開いている時間のことです。シャッターが開いている間、イメージセンサーに光が当たり、その光をもとに画像が作られます。シャッター速度を速くすると、その分入ってくる光の量も減るので、写真も暗くなりがちですが、明るい日中などは逆にシャッター速度を速めて同感のある写真を撮れるチャンスと言えます。シャッター速度は S モードで自由に設定できるのですが、初めのうちはスポーツモードを使いましょう。スポーツモードは動く被写体を止めて撮影するためのモードです。シャッター速度が早めの設定になると同時に、ピントも常に被写体を追って合わせられるように設定され、動きのある被写体に適しています。また自動的に連続撮影モードになるので、シャッターチャンスにも強くなります。撮りたいシーンが終わるまでシャッターボタンを押し続けましょう。電車で撮った画像の中からこの2枚をベストショットとして残しました。シャッター速度も800分の1秒に設定されており、被写体も止まって写っています。シーンセレクションのスポーツはオート撮影モードの一つなので、明るさや色味の変更はできません。それらを変更する露出補正やホワイトバランスといった機能を使うには、 S モードで撮影しましょう。 S モードで撮影する場合は、オートフォーカスモードを AFC、 コンティニュアンスオートフォーカスに、ドライブモードを連続撮影に設定すると、動く被写体を連写することができます。構図を決めよう。連写に慣れてきたら構図も考えてみましょう。一瞬の同感を表現したいようなシーンでは、被写体を画面の中心に配置する日の丸構図も積極的に活用したいところです。日の丸構図には被写体の力強さや主張をはっきり表現する効果があります。スポーツシーンなどで主役の一瞬の動きを真ん中に大きく捉えることで、臨場感あふれる印象的な写真に仕上がります。日の丸構図で撮影した例です。望遠レンズで大きく切り取ることで、被写体の力強さや躍動感が表現できています。また被写体を画面の中心に持ってくることで、ピントも合いやすくなります。動く被写体の撮影は止まっている風景とは違い、ある一瞬で大きく状況が変化します。ですので、シャッターチャンスを逃さないことと、とにかくたくさん撮っておくことが最優先です。構図は連写に慣れて余裕が出てきたらくらいで考えておきましょう。家に帰ってからパソコンを使って好みの構図にトリミングをするのも一つの手です。望遠レンズを使う。先ほどの作例のようなスポーツシーンは、やはり被写体を大きく写すと、より同感が伝わりやすくなります。特に遠くからしか撮影できないような環境では、望遠レンズが必須となります。スポーツ観戦や運動会、または
鳥や動物の撮影が多い方にぜひおすすめしたいレンズです。レンズの詳しい情報などについてはソニーの商品情報ページをご覧ください。またサポートお問い合わせのページでは他にもアルファで写真撮影を楽しむためのテクニックをテーマ別に紹介しています。ぜひご覧ください。